桜田通り。2005年に映像デビュー、ミュージカル版テニスの王子様の主人公役に抜擢され、その後数々の作品に出演。最近ではネットフリックス今和の国のアリスシリーズに出演するなど、俳優としてグローバルに活躍中。自身の思いをより広く届けていくアプローチの方法として、2023年春にポニーキャニオンのアーリーリフレクション内に立ち上がるデジタルマーケティングに特化した新レーベルパンドレックよりアーティストデビューすることが決定。ミュージックポスト2023をご覧の皆さん、こんにちは、桜田通りです。この度、僕桜田通りはポニーキャニオンさんのアーリーリフレクション内のレーベルパンドレックから全世界配信デビューをさせていただきます。ありがとうございます。そしてこの場で初解禁となりますが、この記念すべきデビュー曲は5月12日に配信が決定しました。いや、今絶賛レコーディング曲作り中なんですけども、まあ今までも音楽をやってたんで、こういう環境が珍しいものではないんですけど、やっぱ初めてポニーキャニオンの皆さんだったり関わる制作の方がいて、すごく心強いです。こんなにたくさんの方と音楽を作ろうとしたことが僕はやっぱ今までなかったので、非常にワクワクしています。そしてこの新曲はね、ぜひ皆さんもそうですけど、ファンの皆さんにね、聴いてもらうのがすごく、僕自身も楽しみです。ぜひ楽しみに待っていてもらえたらと思います。アーティストとしてまあデビューさせていただくんですけど、本当に音楽が好きだって気持ちはね、10代の時からあるんですけど、皆さんの力を借りて世界の皆さんに本当に音楽がどんどん広がっていくように頑張っていきたいと思ってますので、ぜひ応援してもらえたらと思います。よろしくお願いします。